エリザベス・イングリスはイギリスの女優である。イギリスエセックス州コルチェスターで1913年7月10日にアラン・ジョージ・ホーキンスとマーガレット・イングリス・ホーキンスの間に生まれた。出生時の名前はデザレメアリー・ルーシー・ホーキンスである。1934年の映画バード・クローズでデビューした。アルフレッド・ヒッチコック監督の1935年の映画39夜にも 早くで出演した。パトリック・ハミルトンの1938年の戯曲、ガストのイギリスでのオリジナル公演で、メイドのナンシー役を演じた。1938年12月5日に初演され、1939年6月10日に141回の公演を終えた。1939年に BBC テレビで放映されたテレビ番組では、 イングリスをはじめとするキャストが舞台を再現して生中継された。ハリウッドでは、ウィリアム・ワイラー監督の1940年の映画、月光の女に、アデル・ウェインズワース役で出演している。この作品では、エリザベス・アールという芸名でクレジットされている。1942年、テレビプロデューサーのパッド・ウィーバーと結婚した。パッド・ウィーバーは、 1953年から1955年まで NBC テレビの社長を務めた。結婚後、イングリスは女優を引退した。二人の間には二人の子供がいたが、そのうちの一人、スーザンはシガニー・ウィーバーの芸名で女優となった。シガニー・ウィーバーが主役のエレン・リプリーとして出演した1986年の映画エイリアン2でリプリーの娘。 アマンダ・リプリーの晩年の姿として写真でのみ登場する。このシーンは劇場公開版ではカットされている。イングリスは2007年8月25日にカリフォルニア州サンタバーバラで94歳で亡くなった。ありがとうございます。